全世界の皆さん、おはようございます。タナです。本日はテント、これまでタナが購入してきたテントを、ご紹介できればと思います。で、今回 の、 紹介は、ランキングとかそういったわけではなく、僕がソロキャンプを本格的に始めるにあたって、購入して、いくつか買い替えてるんですよね。モンベルのクロノスキャビンという、3人用の居住空間のある、全室付きのテントと、その次に買ったのが天幕デザインのサーカス TC という、天井がすごく高いテントですね。ただこちらに関しては別でタープがないと、基本的にはこう何ですかね、全室がないので、ちょっとクロノスキャビンとは使い勝手が違うと。でその次に、これはテントではないんですけれども、ビビーという何ですかね、簡易用の一人のシェルターみたいな、そういったものも、買っています。で、もう一つは寝床というところで、今回取り上げるんですけれども、 DD ハンモックと、DD タープを、活用して、ハンモックで、寝るっていうハンモック泊ですね、のこの4つをちょっと比較というか、紹介していければと思います。はい、まずは一番最初に購入をしたのがモンベルのクロノスキャビンの3です。でこちら の、 モンベルのクロノスキャビンなんですけれども、結論から言うと今も使っています。で特に気に入っているのは設営がすごく簡単です。初めて買ったのが、おそらく1年弱前ぐらいなんですけれども、その日にモンベルに行って、キャンプに行きたいんで、店員さんといろいろ話をしていて、おすすめされたのがこのテントなんですけれども、設営が非常に楽なので、実際に買っても説明書を見ながらすぐに組み立てることができました。で、2つ目に良かったと思うのが、当時は2人とか友達と行くことが多かったんで、2人用より3人用にしといた方が、実際こう1人で行った時も使えますし、2人で行く時も広く使えるということで、こちらを買って、実際にこう前室の部分に雨が降ったとしても、2人座っても全然十分しのげるというような広さがあるので、気に入っています。で僕がよく使う使い方はサイド の、 ところを閉じて、上だけくるくるくるって巻いて巻き上げて使うことによって、横からの目線が気にならないので非常に良いんじゃないかと、考えています。欠点のところが僕的な欠点が一つあって、背があんまりこう高くないので中腰にずっとならざるを得ないんですよね。で僕がもともとヘルニア、腰痛持ちで結構こうひどいんで、毎回こう2泊とかこのモンベルのクロノスキャビンですると腰が固まって大変です。なのでちょっとこれはいかんと思って天井高いテントを買おうということで購入したのが、天幕デザインのサーカス TC です。で、モンベルのクロノスキャビンは今も使っていますし、気分によっては、こちらを使ったりすることがあります。で例えば先日、行った白浜フラワーパークに関しては海辺でやったんですけれども、なんかこう雨がちょっと降るかもしれないなみたいな、でも、タープ使うのめんどくさいなみたいな時はもうモンベルのクロノスキャビンで行っておいて、最悪降ってきたら前のところをこう天井を上げて、簡易タープみたいにはなるんで、そこの前室で、キャンプをするみたいなことを、やっています。はい、モンベルはね本当に品質がすごく良くて使い勝手もいい機能性も高いテントが、テントになっていると思いますので、初心者の人はねすごくいいんじゃないかなと思っています。このクロノスキャビンに関しては、3型か2型か1型かとかっていうのは好みに合わせて。で、次が天幕デザインのサーカス TC に移ります。サーカス TC に関しては前から知ってて、結構これ使ってる方が多いじゃないですか。で
本当にふもとっぱら行った時とかはなんかこう4つに1つはサーカス TC なんじゃないかぐらいサーカス TC が多くて、インスタグラムとかでもこうずっと見てて、もう完全に最初は見た目で選んだテントです。ただ結果的に、天井がすごく高くて、腰が痛くならずに、とても気に入っています。これも今も使っています。で、設営に関しても全然こう難しいことなくて、なんていうんですかね、支柱、まあ、中心点を決めたらあとは、まあ、ペグをその通りに打っていって中にポールを入れてこう立ち上げて、まあ、ピーンと張るぐらいで終了なので、すごく簡単です。モンベルのクロノスキャビンの方が僕は簡単なんですけど、天幕 のサーカス TC も全然難しいことなく建てられます。で、何よりこうその前に使っていたクロノスキャビンとの違いはやはりこう広いですね。中がとても広いです。普通に立って中を歩けるぐらい広いので、かなりゆったりなテントなんじゃないかなと、僕は考えています。でソロでこれを使うともう本当に、荷物を置いて、コット引いて、寝床を確保してもまだまだ十分広さがあるというような状況です。中に椅子とかね2つ置いても全然大丈夫なぐらい、広いですね。で、セットで、インナーシートとか、ハーフセットというまだ蚊帳みたいなのも使ったんですけど、だいたいいつも今はまだ虫とかそんなにいない時期なんで、インナーシートだけで、使うっていう形になっています。最近ね、サーカス TC のなんですか、前室がついてるバージョンがなんか出て即売り切れたっていうような話もあったんで、知り合いの方が買っていたんでちょっと今度見せてもらおうかなと、思っています。個人的にはすごくおしゃれで、写真映えする、かつ広々して使い勝手のいいテントなんじゃないかなと思ってるんで、サーカス TC は、おすすめっちゃおすすめですね。ただソロキャンプの方で、例えばこう一人でこう何ですかね、バックパックで行く人はもうちょっとこれ使えないですね。重たすぎるんで、車で行けるような方であれば、いいんじゃないかなと思ってます。でちょっと最初に言っとけばよかったんですけど、僕基本的にソロキャンプはするんですけど、もう車です。車で行くんで、バックパッカーの方にはちょっとこうね、道具とかはそんなにこうなんですかね、参考にならないことも、あるかもしれないんで、そちらだけはご注意お願いします。 DD タープと DD ハンモックですね。でこちらはハンモック泊にちょっと憧れてて購入したんですけど、本当ね、ハンモック泊は最初こう腰が痛くなるんじゃないかと思って不安だったんですけど、全然そんなこともなくて、寝る時にちょっとこう寝返りが打てなかったりするのが少しこう気にはなるんですけれども、全然こう冬でも防寒の装備だけちゃんとしてれば眠れて良かったですね。道志の森とかで使ったんですけど、すごくよく眠れました。でハンモックを木の間に張って、その上にタープを何ですかね、テントみたいな空間を作って、寝るような形にしています。でハンモック泊のいいところは何ですか、設営がやっぱこう簡単ですね。本当に木にくくりつけて垂らすだけなんで、下が不安定な場所でも木が2つあれば設営ができるので、そういった意味ではこうブッシュクラフトの人とか、確かにこういいよなと思って、使っています。まだまだね、こう使用回数がね、まだそんなにこう多くはね、10回とか行ってないので、使った使用感というのは弱いかもしれないんですけれども、使い分けるものの一つには、ハンモックタープは入っています。で DD ハンモックのいいところはやっぱり軽いですね。重さが、1キロないぐらいだったような気がしますね。なので持ち運びに関してもそんなにこう重たくなくて、いいんじゃないかなと思っています。あとはこうタープに関しても、いろいろと何ですかね、貼り方があって、そのタープだけでテントの代わりにする、地べたにこう寝れるものだったり、
まあ、A 張りスタイルみたいな感じで、まあ、一般的なあのタープみたいなものにしたり、結構いろいろとあるんですよね。なのでそのあたりはあのタープの張り方をいろいろ覚えることによって、まあ、テントなしでもタープだけで泊まったりすることも全然できると思うんで、そのあたりを覚えていくとまた一段こうキャンプの楽しみが増えるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとねハンモックなくなっちゃってますけど、うん、あとあのハンモックを買う時の、まあ、注意点ってわけじゃないんですけど、意外にまあ、結び方は覚えればすぐできるんですけど、最初は僕の場合はちょっとだけ戸惑いました。本当それこそ YouTube とかを見て結んだんですけど、なんかこれで本当に寝て落ちないのかっていう不安があったんで、まあ、そのあたりは自宅で何度か、まあ、予習というか、まあ、をしていくのがいいんじゃないかなと、思いました。最後に、ご紹介するのがビビーですね。結構まだまだね、こう知られてない人、知られてないアイテムだったり知らない人がいると思うんですけれども、僕は先日九州のゴンドーシャロレーというところに、まあ、熊本にあるんですけれども、まあ、天空のキャンプ場というところに行ってきました。でそこでビビーを使って実際にまあ寝ました。まあ、氷点下だったんですけど全然眠れました。でビビーのいいとこは、まあ、何よりも軽い。おそらくね、このセットで、まあ、もちろん小さいんで、それは軽いっていうのは当たり前なんですけれども、多分こう 200-300g ぐらいの重さですね。まあ、物によっては 500g とか 700g とか、まあ、あるみたいなんですけど、僕が持ってるのは非常に軽いタイプなので、まあ、500g、300g から 500g ぐらいかな、それぐらいだと思います。で、ペグが、5本、5、6本ついていて、それでこう固めて、まあ、寝るという感じですね。で、僕が使ってる寝袋がモンベルのマダムハガーで、まあ、結構こう分厚いやつなんで、まあ、それを入れると、まあ、本当に何ですかね、もう物を置くスペースはほぼないので、まあ、バックパックで行くキャンプの人とかでも、まあ、入れるのがちょっとこうバックを入れるのはちょっとギリギリかなっていうぐらいな感じですね。ただこうBB のいいとこはこう上を見ながら眠れると思うんで、空を見ながら眠ったりすることもできるんで、まあ、星空がね綺麗な時とかはいいんじゃないかなと思っています。まあ、個人的には今後どんどん使っていきたい、まあ、スタイルですね。 BB はだから、まあ、BB と、まあ、タープがあれば、まあ、結構いい感じになるんじゃないかなと思います。ただね、ちょっといろいろ口コミを見てたら、僕まだ雨の時使ってないんですけど、雨の時は結構大変みたいですね。 BB はまあ下びちゃびちゃになりますし、そのグランドシートみたいな概念もないので、まあ、本当に晴れて、まあ、天気がいい時だけの、限定に、なるんじゃないかなと思います。で設営も、まあ、5分とかも本当かからないぐらいなんで、簡単ですね。で背が低いので、まあ、風には強いというようなことがあるんじゃないかなと思っています。まあ、スペースも多くないんで、まあ、設営に必要なスペースも大きくないので、まあ、そういう意味では、まあ、使い勝手は軽くて、まあ、簡易のシェルターみたいな感じで使えるんじゃないかと思っています。はい、本日は僕がこれまでキャンプを始めて買った、まあ、テント2種類と、あとはビビー1種類、ハンモックタープを、ご紹介しました。先日ね、これまでこう100万円以上買ったキャンプ道具の、まあ、ランキングベスト10を作ったんですけれども、まあ、そこにテント、まあ、このハンモックタープは入れたんですけど、ビビーとかテントは入れなかったんで、まあ、ちょっとこう入れるかすごく迷って、まあ、別でテントだけの動画を作ろうと思ったんで、今日作ってみました。何かこうご質問があったり、皆さんがこう使ってるテントとか皆さんのこう考えとかをぜひね、コメント欄でいただければ、嬉しいです。それでは本日もどうもご視聴ありがとうございました。